どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はタイ・バンコク国際空港に来ております。で今回ですね、ここからシンガポールを経由してベトナムの方にね行きます。で今回はですね、シンガポール航空のビジネスクラス、こちらにね乗りたいと思っておりますので、ぜひね楽しんでいただければなと思います。で今ね4時49分で、今日のフライトが8時10分ということで、もうそろそろね3時間前になりますので、もうねチェックインねできるかななんていうふうに思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。ということで行ってみましょう。いやー今ねちょっとこの撮影のためだけにこの上に出てきたんですけども、むちゃくちゃ暑いですね。でかいなめちゃくちゃ大きいですね。ということでちょっと、シンガポール航空のカウンターをね探したいと思います。めちゃくちゃすごい人だ、すごい人だしめちゃくちゃでかいんですね。はい、ということでちょっと行ってみたいと思います。あれあ、そういうことか、わかりました。あ、上のねアルファベットに書いてあるんですね。あ、ちょうどフライト情報がありました。あるかな、シンガポール、あ、ANA がありましたね。あ、エアーカナダとのコードシェアで東京羽田行き、あと JAL もありますね。はい、で私の8時台なんで、どこだろうな、シンガポール航空カウンター、 ありましたね、はいはい、ありました、ありました。20時10分発の、コードシェアが組まれてるんですね、はい、SQ713、多分これだと思いますね。はい、行きたいと思います。 K カウンターですね。あ、ここだ。ではということで、このカウンターでしたんでチェックインしていきたいと思います。ビジネスクラスはどこなんだろうな、まあ、とりあえず探してチェックインしていきたいと思います。ではね、ビジネスクラスレーンありました、端っこの方にねちょこっとある感じですね。はい、ということで行きたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。両方ともね発見していただいて、バンコクからシンガポール、シンガポールから、ホーチミンですね。ということで両方ともねチケットいただけたんで非常にありがたいのと、そのままねバゲージスルーで、ここバンコクからホーチミンまでね手荷物を送っていただきます。はい、ということでもうねチェックインできるそうなんで、早速チェックインしていきたいと思います。でね、今ねシンガポール航空のラウンジはクローズしてるそうで、タイ航空のラウンジがね使えるとのことでした。ということで無事出国審査を終えました。ひとまずゲート見てから行きたいと思います。ゲート見てからラウンジちょっと何個か行きたいですねまあ実際そこまでサービスあかんないと思うんですけど、ちょっと気になりますよね。いやーいいですね、人もたくさんいるし、お店も全部やってますね。閉まってるところも一個もないですね。それはねひとまずゲート確認しに行きましょう。すごい、自動掃除ロボットがいる。いやー時代は AI ですね。すげえ、こちら家電系のヘッドホンとか、あ、任天堂スイッチも売ってる、有機EL まで売ってますね、やばいここはユニクロみたいな感じ、そうでもないか、お洋服は売ってますね。あ、E ゲート到着です。今回 E の7っていうゲートから出発ですね。 E の7、ここ下がるんだ。ここからラウンジはアクセスできないのかな。あ、すごい開放感ありますね。ということで見えますかね、はい、奥の方に E7 見えました、確認できました。結構遠いですね、今来たらすっげー奥にある階段なんで、はい、ひとまずラウンジ行きましょう。いや、めちゃくちゃ広いですねこれはラウンジから結構早めに出た方が良さそうですね。ではラウンジ行きましょう。ひとまずタイ航空のラウンジ、まあここバンコクのタイということで多分一番豪華なんじゃないかなと思っております。では行きましょう。いや懐かしいな、ここも。はい、エバー航空のラウンジに多分ココナッツジュースがあるんじゃないですかねあのココナッツに直でストローを刺すやつですね、はい、多分そうだと思います。
ということでこちらに行きましょう。こんな感じですね、というロイヤルシルクランチ。では入りましょう。それでは中に入ってまいりました。こちらはパンですかね。お、カップラーメンがある。食べようかな。いや、めちゃめちゃ食いたいですね。で、こちらは飲み物。これはトマトジュースですかね。で、こちらはアルコール類です。あ、ジャックダニエルまでありますね。お水、あとビール。お、シンガービールでしたっけ。結構ありますね。あとスプライトあります。いや、せっかくなんでビールもらいましょうかね。で、こちらにスイカ。あ、野菜もたくさんありますね。あとこれがちょっとわからない、スープ、グリーンカレースープ、マッシュルーム。これはご飯ですかね。はい、ご飯です。で、こちらに肉まんみたいなのと、これはなんか付け合わせ的なやつですかね。あ、これもカレーなんだ。あ、いいですね、タイですからね。はい、という感じです。あとケーキがありましたね。あ、サンドイッチもあるんだ、すごいですね。めちゃくちゃ充実してる。さすがフラッグシップのラウンジですね。はい、ということで、ちょっと喉が渇いたんで、あ、トマトジュースあったんでトマトジュースにしましょう。食べますか。ということで、トマトジュースいただいてまいりました。どうなんだろう、多分ここスタイランスゴールドって書いてあったんで、多分 ANA の指定ラウンジもここなのかな。ちょっと分かんないですね。もしかしたら他のラウンジが指定になってるかもしれないですね。前回はエバー航空のラウンジでしたね、まあ、ある程度分散みたいなのしてるかもしれないですね。ということで、トマトジュースいただきます。めっちゃ喉が渇いてたんで美味しいです。ということで、カップラーメン食べましょう。ということで、いただきましょう。すごいですね、このフォークもね、中に入ってるんですね、こっちのカップラーメンは。衝撃できたよ。なんか箸とか置いてあるのかと思ったら中から出てくるというね。ということで、いただきましょう。いやー、これはね、見つけたらもうダメですね、ということで、いただきます。結構辛め、美味しいです。アジアンテイストのね、カップラーメンっていう感じですね。いや、これはめちゃくちゃ美味しい。これは大満足ですね。次もシンガポール航空のビジネスクラスなんで、ある程度食事出ると思いますんで、本当にこれだけでね、終了にしたいと思います、はい、本当に食べれなくなっちゃうんでね、まあ、これだけきれいに食べて、他はちょっと飲むだけにしたいと思います。食べるつもりは正直なかったんですけど、ちょっとカップラーメンっていうので、ね、私弱いんで、ね、あ、トマトジュースも絞りたてなのかなっていうぐらい、これめちゃくちゃ美味しいですね。ということで、ちょっとゆっくりして他のラウンジね、どこだったっけ、さっきね確認したんですよ。オマーン航空のビジネスクラスラウンジが利用できるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。それではね、ラウンジ出てまいりました、オマーン航空のファーストクラスラウンジ入れますかね。ファーストビジネスラウンジだったかな。ちょっと見に行きたいと思います。あ、ここですね。ちょっとプレティバスで使えるそうなんで聞いてみたいと思います。それではね、中に入ってまいりました。カレーライス、ドライカレー、これは何でしょうかね。鶏のお料理ですね。あ、ヌードル、あとパン、
あとお野菜とフルーツもありますね。あとドーナツみたいなのもあります。おーすごい、ちゃんとしたケーキもある。めちゃくちゃ美味しそう。でももうカップラーメンをいただいたんでやめておきます。で飲み物は下にビール、あ、何でもありますね。お水からコーラまで。でコーヒーマシンがありまして、こちらにお酒ですね。あ、ジャム何でもありそうですね。ジャックダニエルからシャンパンまであります。いいですね。ということでシャンパンいただきましょうか。ということでロゼをいただきました。こちらスパークリングワインですね。いやすごいです ね、シャンパンも 2,3 種類ある感じ。シャンパンとスパークリングワインか、すごいですよね。普通1種類が普通なところですけども、うん、びっくりしました。初めて飲みますロゼ。結構飲みやすくて美味しいですね。はい、ここはビジネスクラスラウンジということで非常に高級感もありますね。照明とかもなんかちょっと薄暗い感じのブルーのライトで結構あれですね、うん、怪しい感じですね、うん、ということで、ね、まだ1時間半ぐらいありますんで、まあ、ひとまずねちょっとここでゆっくりしようかなと思います。せっかく入りましたんでね、ここはプライオリティパスで入れるということで、一応情報を見ておきましょうか。ここはオマン航空のファースト&ビジネスクラスラウンジですね。ここはインターネット、Wi-Fi、アルコール、シャワーが使えると。あとソフトドリンク、テレビということで、あ、シャワーもあるんですね。1回ね、2時間半まで利用することができると。で、アルコール飲料は20歳以上のお客様のみ、まあ無料で利用することができるっていう感じですね。はい、あの受付のお姉さんはね、日本語が軽く喋れる人で、ちょっと待っててって言ってましたねどうぞって言うとありがたいですね。ということでちょっとねゆっくりしてから次のところ行きたいと思います。ということで時刻はね6時半になりましたので、次のラウンジに行きたいと思います。もうねだいぶシャンパンを飲まなかった方が良かったですねはい、ちょっとね酔っ払ってしまいました。ということでエバー航空のラウンジが多分入れると思うんですけども、ちょっとね、聞いてみたいと思います。ダメだったらねまた他のラウンジを探しましょう。ということで行きたいと思います。すごい個人的な話で申し訳ないんですが、こちらにエアフランスのラウンジがあるんですけども、ここ3年前にね利用させていただいた時はプライオリティパスで入れたんですけども、今はね指定ラウンジになってないみたいですね。ちょっと聞いてみましょうか。一応多分入れないと思うんですけども、ちょっと聞いてみたいと思います。ということでやはりね、ビジネスクラスラウンジ、あのプライオリティパスをね提携やめちゃったみたいですね。いやー残念。もうすげえ懐かしくてちょっと涙出てくるぐらいね懐かしいなと思って入りたいと思ったらダメでしたね。残念です。ということでなんとですね、こちらこれもまた悲しい話で、エバー航空のラウンジもクローズしちゃってますね。2022年のジュライの31日にクローズしてしまったみたいですね。ミラクルラウンジ使ってくださいみたいなことが書いてありますね。いやー悲しいですね。ここ3年前にココナッツジュースを本当にココナッツにストロー刺してね飲むっていうね、初めてっていうのを体験をさせてもらって非常に印象深かったラウンジで、入り口にもねあの飛行機の模型とかあってね、めちゃくちゃね良かったんですけども、残念ながらこちらもねクローズっていう風になってしまいましたね。そう懐かしい、この文字を見てね、あアメックスゴールドだったりプラチナだったら入れるんだっていう話をねなんとなくした覚えがねあるんですよね。いやー悲しいですね。ということであと入れるラウンジといえばミラクルラウンジですね。まあこちらプライオリティパスで入れると思いますんで、最後にこちら行って搭乗待ちましょうかね。ちょっとね昔行った覚えだとめちゃくちゃ狭かったイメージがあるんで、もしちょっとあんまりだったらタイ航空のラウンジ戻りたいと思います。ということで行きましょう。本当にね目の前にある感じですね。はい、ということで行きたいと思います。はい、ということで中行ってまいりました。まずこちらお酒です。でこちらにビールですね。ソフトドリンクも一通り揃ってますね。はい、
じゃあワインも入ってますね。でこちらにアイス。いや懐かしいな、はい、3年前に来ましたねここ、はい、メニューはちょっと変わってますけども、いやなんか嬉しいですね、はい、生野菜があったりして、あとコーヒーマシンと、こちらカレーですかね、コーンクリームスープとパスタ、パスタあるんだ。でこちらにお肉ですね。でこちらは生野菜とお米ですね。いやー懐かしいですね。ということでどうしましょうか。お水いただきましょう。あ、ジョニーウォーカーのレッドラベルとかあるんだ、いいですね。はい、という感じです。ということで席に着きました。やはりここは3年前に来たラウンジですね。いやちょっともうちょっとここね、非常に狭いんですよ非常に狭い。席もね20席ぐらいしかないんですよね、はい、でも3年前にここでちょっと見学して、でエバーコープのラウンジに行ってシャワー等々浴びて登場するみたいな、まあ、そんな感じでね利用させていただいたんですよね。いや本当にこのコロナでいろいろ変わってるんですね。ちょっと悲しいですね、うん、まあ、こればっかりしょうがないですけども、またね再開されるのを待ちましょう。いやまさかねクローズしてるとは思いませんでしたね。ということでこのミラクルラウンジの水を飲んで、はい、どうしましょうかね。タイ航空のラウンジに戻りましょうかね。あれがあそこがね一番ゲートから近かったんで、あそこでちょっと最後ねゆっくり待って搭乗ね迎えたいなと思います。ということで、タイ航空のラウンジねちょっと行ったんですけども結構混雑してましたんで、オマーン航空のラウンジの方にね戻らせていただきました。戻っていいですかということで聞いたらね OK ということで、はい、ということであとね、7時20分にはねゲートに向かいたいなと思いますんで、あと30分くらいですかね、ここでゆっくりしていきたいなと思います。ということで最後にコーラいただいて搭乗をしたいと思います。ではいただきます。いや今回ね、スアンナプーム空港のラウンジでタイ航空、オマーン航空、ここですね、あとミラクルラウンジ回らせていただきましたけども、その中では多分ねここが一番いいんじゃないですかね、うん、まあちょっとね食事はジャンクフード的なのはねタイ航空のところにしかカップラーメンなかったんですけども、まあ、ここねシャンパンとかの種類も多いですし、ウイスキーとかねそういったお酒の種類はここは多分一番充実してると思いますし、混雑もねここは一番してなさそうですね。プライオリティパスで入れるんでもうちょっと混雑してもねいいと思うんですけども、そんなにまだ知れ渡ってないのか結構ね空いてるイメージですね。ミラクルラウンジの方がねかなり混雑してたのでこっちの方がね、はい、空いててね有意義に使えるのではないのかなと思います。ということでラウンジショッピングはこれで終わりということで、もうちょっとしたらね搭乗していきたいと思います。ということでラウンジを出てゲートの方に向かいたいと思います。今ね7時20分でちょっと早いんですけども、ゲートがね結構遠かったんでビビリな私は早めにラウンジを出てまいりました。ということでシンガポール航空の今回はビジネスクラスですね、まあ、前回ねスイートファーストと乗ってきましたけども、ビジネスはねどんな感じなのか皆さんにねお見せできればなと思います。まあこちらはね実はっていうわけじゃないんですけども、3年前にねこちらも多分乗ってると思うんですよね。まあまあまあその時とねちょっと機材も違うと思いますし、楽しんでいただければなと思います。ということで E の7番ゲートに行きたいと思います。いやこのデッキ懐かしいですね。ここはね昔エバー航空でここのターミナルっていうか搭乗口利用したんですけども、確か動画に出せなかったんですよね確か。いや懐かしい。ではここら辺で待ちたいと思います。ではね搭乗いたしましたので搭乗していきたいと思います。Thank you. Thank you. Hello. Hi, good evening. Passage across. Thank you.
ということで無事登場いたしました。今回ね、残念ながら窓際はね取れなかったということで、今回エアバス 350-900 です。こちらですね、はい、ということで今回ね通路側の座席といった形になります。もしね空いてるようだったら移動させていただこうかなと思うんですけども、まあおそらくパンパンなんじゃないかなと思っております。こちらねスタッカードのね座席となっておりまして、こんな感じでフルフラットになる座席ですね。いやいいですね、結構ピカピカですね。これも見てもすごいね、めちゃくちゃ綺麗ですね。あ、こっち側も非常にね綺麗な機材となっております。でこちらにね USB ポートが2つあって映ってるかな、ここに USB ポート2つあって、ここに AC があって、やっぱりタッチ決済これもありますね。でこちらヘッドホンと、こちらはメニューですかね。でこちら開閉するようになっております。でここにリモコンがあって、こちらねモニターがいじれます。じゃあ30インチもうちょいちっちゃいですかね、25ぐらいですかねインチのモニターが採用されています。はい、そんなところでしょうか。で下にね、はい、物を入れるところと足乗せるところですね。はい、ということでここからねシンガポールなんで多分ね1時間半ぐらいのね、結構短い路線になると思いますけども、楽しんでいきたいなと思います。じゃあどうだろうな、もし空いてるようだったらね窓側に変更していただきたいですけども、ちょっとこれはね空き状況次第ということで、はい、っていう感じですかね。まあでもフルフラットになりますからね、はい、めちゃめちゃ有意義に過ごせるのではない頃かなと思います。こちらバンコクから、シンガポールの方にね、行きたいと思います。それですね、こちら今ね真ん中の席でこう 14F っていうね座席なんですけども、こちらね真ん中のシーツ、あのなんですか、仕切りが下げれるようになっておりまして、まあ、もしねご夫婦とかで利用される方はこの真ん中の席を取ってこのシートをガッて下げれば、まあここでね会話しながら利用することができるっていうね座席になっております。まあ、最近ねこういうのもかなり増えてきておりますけども、これもね、利用することができる感じですね。はい、ですのでお二人でね利用される方とかねかなりいいのではないのかなと思います。いやめちゃくちゃいいですね、すごい。先ほどもねタイ航空でエアバ350でしたけども、また違ったね、はい、作りで非常にいいですね。ということでもうしばらくね飛行機動くまで待ちたいと思います。During taxi, takeoff, and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Tighten it by pulling on the strap.ということでもうしばらくしたらね、離陸となります。このねエアバス 350-900 は先ほどの、ね、タイ航空と一緒で3点止めのシートベルトというふうになります。でそれ以外にもですね、ここをね押していただくとこれが上がったりね、しますし、ここにねあのライトが3つあったりね、押すとこんな感じでライトがついたりします。でテーブルはねこう引っ張ると出てくるという感じですかね。はい、このリクライニング等々はね離陸した後にねお見せできればなと思います。ということでシンガポールに向けてもうね飛行機動き出しておりますので、ちょっと残念ながらですね、あの座席の移動はねできないということで、あのビジネスクラスね満席というふうになっております。いやすごいですね、今ねこちら8時半ぐらいのフライトなんですけど、シンガポール行き満席なんですね。いやまさかね満席だとは思ってなかったんで結構びっくりです。ということでもうしばらくしたら離陸となります。それでは離陸します。まあ外冷蔵がないので音だけで楽しんでいた感じでしょうか。ということで無事離陸することができました。ちょっと遠目ですけども、バンコクの夜景が綺麗ですね。ということで機内食始まりました。で今日こちらのシーフードヌードルっていうのがあったのでちょっと注文してみました。ちょっとねノーシュリンプって聞いたんですけど多分伝わってなかったみたいですね、はい、めっちゃエビ入ってます。まあ覗いて食べたいと思います。それとこちらですね、こちらはサーモンサラダと、こちらはデザートのケーキですね。
あのこの路線もね、あんまり長い路線じゃないんで、市営の方がねめちゃくちゃ忙しそうにしてるんでいや大変ですね。ということでいただきたいと思います。ではいただきます。こちらサーモンサラダですね。めっちゃ大きいサーモン入ってます。いただきます。美味しいです。じゃあシーザーサラダっぽい味がして美味しいです。こちらシーフードヌードル、大きいホタテ、めちゃくちゃ美味しいです。これヌードル、これはかけて食べるんですよね、かけてみました。ちょっと食べ方が間違ってたら教えてください。かけて食べるのが正解ですね、美味しい。こういうねホタテ以外にもお魚も入ってる。あとねこのいつもの辛いソースがついてきてます。かけちゃいますか。どれも非常に美味しいですね。あとはケーキ食べておきましょうか、はい、チョコレートケーキ。あ、下にチーズ、下にクリームが入ってる。はい、いただきます。あ、これめちゃくちゃ美味しい。下に生クリームみたいなのが入っていてアクセントになってて美味しいですね、こんなところですかね、はい、申し訳ないことに前回の動画とかで言ってると思うんですけど、今ねカメラのモニターが壊れてしまって、私ねどうやって自分が映ってるか正直確認できておりませんですね。ちょっとね顔が切れてたりとかね、見づらかったりする部分があるかと思いますけども、ちょっとこの点はご了承ください。ということで非常に機内食ね、シンガポール航空さんめちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとあとはねゆっくりいただきたいと思います。今回ちょっとね、はい、お水一緒にいただいてます。それではお手洗いに参りました。こちらにねボディーローションとかソードがありますね。でティッシュがあって、あ、これは違うで、この下にね、シンガポール航空ですので、アメニティが入ってます。ヒゲ剃り、シェービングクリーム、歯ブラシ。こちら、エキチケット袋等々入ってます。いや、いいですね。はい。で、ここに紙コップがあって、お水ですね。で、ハンドソープがあります。で、赤ちゃんのね、おむつ台があって、あと、ここにもね、棚があります。これ、ちょっと何に使うかは、ちょっとわかりません。で、あとね、大きい。鏡がねありますね。はい、こういった形になっております。まあ一般的なサイズですけどもね、シンガポール航空のビジネスクラスということでアメニティもねしっかりあって非常にいいと思います。ちょっと驚きだったんですけど、トイレねこの位置にあるんですよね。結構びっくりでした。通路からね歩いてきて、おトイレどこにあるんだろうなと思ったら、この内側にね入っているんですね。これは結構あんまりない感じですよね。いつもねこっち側にね結構あることが多いんですけど、かなりびっくりでした。それではですねフルフラットにしていきましょう。こちらにですねピントが合うかな、はい、ちょっとピントが微妙ですけども、このねベッドボタンを押すと座席がね前に進んでいく、まあ、ちょっと私の足が進んでいく感じになっておりますけども、これをブーッとしていくと、この座席部分がですね前の方に近づいていきます。でそれと同時に私の背もたれがね今同時に倒れてっておりますね。で上から見るとこんな感じですね、はい、座席がちょうど足がね今ちょっと暗くて映ってないんですけども、奥にはねくっついてない感じですね。十分ね足を伸ばして休むことができます。いかがでしょうか。これがフルフラットにした状態ですね。これもね真っ平らになっている感じになっておりますんで、頭と音もね特につかずに、利用することができております。まあ、長距離線でもね全然いいですよね。今回ねこちら短距離線で利用させていただいておりますけれども、特に狭さもね感じることなく、足もねつま先を伸ばそうとするとねちょっと当たりますけども、これもどうだろうな、よいしょ、そうですね、はい、限界まで上に行けばつま先を伸ばしたとしても向こうの壁に、ね、当たることはありませんね。いやーいいですね、これは本当にめちゃめちゃいいです。
しかもね結構ねあの敷居が高いのでプライベート感がねかなり保たれている感じがしてとてもいいですね。ということであとね、30分ぐらいでね多分着陸態勢入ると思いますのでしばらくねゆっくりしたいと思います。いやいいですね。こうやってお見せした方が分かりやすいかもしれないですけどもこのここですねここの高さは結構あるんで、結構ね個室感が高くてゆっくりねせることができると思います。それでは機内がね暗くなってまいりました。ちょうど暗くなりましたね。ということでシンガポール空港に到着となります。このシンガポール航空はねあの離発着時ですね離陸時は違うかな着陸時ですか、はい、機内暗くなるんですよね。まあこれなんまあなんか演出なのか何なのか非常におしゃれですよね。多分真っ暗になると思います。ということでもうしばらくしたらシンガポール空港に到着となります。丸1日経たないぐらいで帰ってきましたねということでもうしばらく到着を待ちたいと思います。ということで無事チャンギ国際空港到着いたしました。それでは、今回もね、こちらで乗り継ぎということで、明日のフライトはね朝の9時だったかな、はい、しばらくありますんでシンガポール航空のねラウンジで、ゆっくりしていきたいと思います。